江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、海外の話題なんですけれども、ポンペイで2000年前の壁画が発見されたということで、壁画では一歩も譲れない韓国がしょんぼり。はい、まあ壁画といえばね、まああのまあ韓国は黙っていないと。でこちらが、今回ポンペイで、イタリアのポンペイで見つかった壁画でございます。はい、2000年前ですよ。これ2000年前にこういう絵描いてる、まあ、こういうところで見つかったらしい。これ2000年前ね。はい、それではですね、こちらに対する記事見ていきたいと思います。くーちゃんお願いします。イタリア古代遺物の宝庫であるポンペイで驚くほどよく保存されたフレスコ技法の壁画数点が発見されたと、アンサ ANSA 通信と英国日刊紙ガーディアンが11日現地時間報道した。ギリシア神話の中の人物を扱ったこれらの壁画は、ポンペイで最も長い道路の一つであるピア・ディ・ノーラにある旧個人住宅の宴会場の黒く塗られた壁の四方に描かれていた。ある壁画には、ギリシア神話のトロイの王子パリスがスパルタの王妃ヘレナに初めて会う場面が描かれている。パリスがヘレナを誘惑し、トロイ戦争の火種になった。また、別の作品には、ギリシャ神話の太陽神アポロンが、トロイの王女カサンドラに求愛する姿が描かれている。ヘレナの母親レダが、白鳥に変身したゼウスと一緒にいる壁画も目を引く。フレスコは、壁面に石灰を塗った後、水分が乾く前に彩色する方式で作られる。人類絵画史で、最も古い絵画技術、または、形態で評価される。ガブリエル・チュフトリゲル・ポンペイ考古学公園所長は、横 15m、縦 6m の宴会場の壁で発見された、これらの作品が、紀元前15年から、西暦40から50年の間に制作されたと、推定した。彼は、宴会場の壁を黒く塗ったのは、油ランプの巣を隠すための目的と見られるとして、当時、ポンペイは、日が暮れた後、宴会のためにここに集まり、ワインを飲んだ時に点滅する光の中で、絵は生きて動くように見えただろうと、説明した。考古学者らは、これらのフレスコ壁画を、ポンペイの最も驚くべき発見の一つと評価したと、ABBC は伝えた。チェンナーロ・サンジュリアーのイタリア文化部長官は、ポンペイは、発掘するたびに、美しく意味のあるものが発見されるので、驚きと感嘆を止められない、真の宝物倉庫と話した。ポンペイは、古代ローマ帝国で、最も栄えた都市の一つだったが、西暦79年、ベスビオ火山の爆発という、天災地変で一瞬にして、廃墟となった。16世紀の水路工事の途中、遺跡が出土したのをきっかけに、1748年に初めての発掘作業が始まり、現在は過去の都市形態をぼんやりと推測できる水準にまで達している。保存状態が立派な上、当時の人々の暮らしを垣間見ることができる考古学的価値も大きく、1997年ユネスコ世界遺産に登録された。世界で2番目に多くの観光客が訪れる考古学遺跡地でもある。はい、ということでね、それではですね、こちらに対して、警告の反応見ていきたいと思います。はい、それではですね、あ、なんか変なのが1個ちょっと混じってますけど、あ、こちらはあれですね、まあ警告じゃなくて本当は北朝鮮なんですけど、北朝鮮にあるコークリ遺跡かな、はい、にある、まあ、通称シュハクズと、まあ、通称万能壁画ですね。はい、それではですね、まあ全然関係ないです。じゃあですね、警告、まあですね、警告人がこうね、警告人の自尊心か、紀元説の大元になってる、壁画ですね。はい、それではですね、1人目、歴史が助けてくれるイタリア280-0。なんか微妙にトゲある言い方だな。先進国は何でも違うね。131-16。朝鮮半島文化があまり知られていない可能性もある。私たちが全部明らかにできなかったかもしれないし、世界考古学の中心じゃないから。24-9。2000年前だと、渓谷は三国時代初期だった。90。
朝鮮半島では鉄器を使ったばかりの時代にローマはすでに文明を成し地中海を制覇してあれほどの都市文明を築いたんだな。涙私たちの先祖たちは墓を覗いて残したものは何だ一体。20、13。あれ、はい。朝鮮時代に牛車に乗っていた時、ニューヨークは街灯がついていて、数十階建てのエレベーターが通っていて、アメリカ大陸を蒸気機関車が通っていました。ローマは一日にしてなったのではないですね。88。先祖のおかげで食べていく国。70。ああ、帝国にはどうしてこんな観光商品になるような珍しい資料がないんだ。観光旅行地イタリアすごいね。40。あれを見せながら求愛したんだね。32。あれ？あれって？これか。あ、おてんてん。ああ。そこかよ。2000年前にあんな色の服を着たというのがすごい。私たちは100年前までは裸の民族だったのに。20。はい、というね、意見でした。それではですね、こちらに対してチャットの反応いきたいと思います。はい、それではですね、上の方からいきますかね。いやすごいね、やっぱね、ポンペイね。ねえ、よし。万能兵器かとどっちが歴史があるにだかと、この朱珀図の方は4世紀なんで、4世紀だからこっちのポンペイの方が古いですね。これが、コークリー古墳のができたのが4世紀の中頃で、4世紀でしょ、だから1700年前ぐらいかだよね。でこっちが2000年前。売りにはこれがある。絵文字が雪崩れる雪崩れるわらわら。お、あー綺麗に残ってるね。2000年前でこのレベルはすごい。バカな万能壁画の上位互換だと。芸術ですね。ケークにじゃ落書きみたいなのに。ポンペイの壁画ってエチエチなのがいいよね。いや、エッチな気持ちで描いてるわけじゃないだろ。ポンペイからまだ見つかるのかすごいね。どうせ都合が悪いから認めないんでしょ？わら。すごいな、2000年前からこんな美しい絵があったんだ。一気に埋まって酸素が排除されたんだろうね。美しいフレスコだ。歴史のある国はすごいものが見つかるものなんですね。そういえば渓谷にも前方後円墳あったよね。なんか急に完成度の低い絵が混ざったんだが、かっこ笑い。万能壁画と並べると拡張の差が広すぎて哀れにだ。美的センスって大事だと痛感しますね。わら。残念がることはない、面白さじゃ負けてないぞ。せっかくイタリアの興味深い壁画の内容を聞いているのに、コンドーゴムみたいなものを持った壁画を見せるのは止めて。どこにナディアがいるんですかとアンナさんが嘆いた。エルク、わら。お前ら、今でもアンナ素晴らしい壁画なんて描けねえじゃねえか。お前らの歴史教科書の内容がほとんど嘘だってバレるから調べようとしないんですよ。かっこ笑い。万能壁画も本物かどうか怪しいんだけど、昔なのにパンツ履いてるし、わら。人と喧嘩した時に全部燃えてなくなったんだよ。お前らの露出狂は先祖譲りだったのですね。わかります。ご先祖様が頑張ったから俺たちは遊んで暮らせるってローマっ子が言っていた。100年前まで裸の民族だったって分かってる警告人がいるんだ。びっくり、わら。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また。